劇作家の重信です。演出家の土井です。よろしくお願いします。お願いします。はい、演技を褒めて褒めて褒めまくるということで、大豆田とわこと三人の元と、第10話最終回でございます。よろしくお願いいたします。お願いします。いやー、最後までおしゃれでしたね。入りもでもおしゃれだね。そうですね。どこを切ってもおしゃれでしたね。本当にね。そうだったね。いやー、はい。はい、もう本当に初っ端ですよね。1分ぐらいのところなんですけど、はい、松たか子さんがインターネットですね、はい、詐欺師の顔を見てですね、でこう自分がこうモザイクかかってるんですけど、こう、はい、あ、すごくいい体の反応でしたね、松たか子さん、素晴らしかったと思います。いや、ショックですよね、朝一番で。ね、いや、もうさらっとしてましたけどね、なんかもうね、人生の伴侶するかどうかを悩んで前回で、うん、それを振り切ったらそれが結婚詐欺師 で自分がその被害者としてなんかこうねモザイクでさらされたっていう、うん、こういたたまるって感じ、ね、いやーすごいショッキングなシーンですよね、うん、ね、そういやいやいや、まあまあまあ、はい、うん、で次は6分ぐらいのところですよね、はい、松たか子さんが母親の恋文を見つけて読んでしまうところ、うん、これもねすごくね、いい体の反応をしていましたね。素晴らしかったと思います。すごい響いてました、うん、よかったと思いました、うん、で、はい、18分ぐらいのところなんですけど、はい、その手紙の送る主のところに話すところですよね、うん、松たか子さんと、はい、豊島さんと吹雪さんの、はい、ところなんですけど、すごいいい交流でしたね。そしてね、うん、素晴らしい素晴らしい反応もうしちゃってるっていう状態ですよね、うん、反応しちゃってるっていう状態でしたね。松たか子さんは素晴らしかったと思いました、うん、響いていましたね。素晴らしいです。そう、うん、あれですよね、ドラマ的にも一個こうひねりというか、男性かと思ってたら実は女性だったっていうね、一個ひねりが入ってるっていうところですね。そこもやっぱ驚きがパンで入ってくるところですよね、はい。で、最後、まあ、ここはやっぱりいいですよね、33分のところなんですけど、はい、松たか子さんと、松田さんと岡田さんと、あと角田さんの4人のところなんですけど、はい、やっぱね、すごい交流でしたね、うん、なんかチームワークがあるね、なんかね、うん、よかった。ね、人間もしたりとかね、食事してたりとかっていうところですよね。なんかこう、うん、なんですよっていうんですかね、まあ特殊な関係性というか、このね、うん、ドラマ通じてこう育まれてきてた彼らのその4人の関係性みたいなものが出てるシーンでしたよね。多分このドラマの中にしか、彼らにしかないような関係性だったですよね、うん、はい。いや、でも良かったです。素晴らしかったと思う、うんうん、体が柔らかかったし、すげえいい交流をしてるし、うんうん、受け渡してるし、で本人たちは多分遊んでるっていう感覚だし、うんうん、素晴らしかったと思います、ね、うん、いやそうですよね、めちゃくちゃやってること、めちゃくちゃ高度なことですよね。説明しだすとね、うん、高度なんだけど、多分でもそういう次元じゃないんだろうね、多分ね、うん、面白いね。いや素晴らしいですね、はい。あ、でも僕良かったなと思ったのが、序盤のところで豊島さんと喧嘩するところ、松さんが、うん、あれね、すごくいいシーンだなって思って、やっぱこうね、その多分ね、間違ったことだから大人はそうしなさいって言うんだけど、うん、子供にとってはそこに踏み込んでほしくないっていう、自分が決めたことに踏み込んでほしくないっていう、すごくいいシーンだったなと思いましたね。ね、こうしたい、良くなってほしいっていう、うん、お互いのあれがね、そうなんですよね、うん、そこがすれ違うっていうね、そう、うん、ああいうにすれ違ってしまうっていう、すごくいいシーンでしたよね、はいはい、はい、というわけで、いや本当にもう最初から最後までおしゃれなドラマでしたね、はい、いやはい、というわけで、うん、はい、大豆田とわこと3人の元と、最終回でございました。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、この動画少しでもいいなと思った方はチャンネル登録、グッドボタン、コメントなどなどしていただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。